今日はですね、現役引退からサラリーマンになるまでの就職活動の約2ヶ月の期間についてちょっと話そうと思うんですけど、で僕は2017年の11月にサッカー引退して、で約ね、2年間今、サラリーマンとして、サッカー界から離れて全く別の仕事をしてるんですけど、実は今の会社っていうのは2社目で、1社目ね、3ヶ月で辞めた会社があるんですよ。で、僕が引退してからその、3ヶ月で辞めた会社に入るまでの就職活動の期間はですね、約2ヶ月半ぐらいかな。で、2017年は最後青森にいて、で、青森から大阪に帰ってきたのが、12月ぐらいかな。そこから転職活動を始めて、最終的に就職したのが、2018年2月の16日。で、そこから3ヶ月やって、辞めて今の会社に入ったんですけど、サッカーを辞めた理由とかそういう経緯っていうのはまた別のね、動画で話そうと思うんですけど、今日はその、引退してから、就職活動するまでの流れですね。で、約2ヶ月半大阪に帰ってきて、もう、至るサイトをね、マイナビ、リクナビ、で、あとは、リクルートエージェント、もう実際梅田のね、そういう、斡旋みたいなところに行ってですね、デューダとか、いろんなサイト使って、で、結局今の会社はサッカー関係のつてがあって入社させていただいたんですけど、その前っていうのはやっぱりもう自分で探したくて、もう人にこう、誰かの紹介で入るっていうのがちょっと嫌やったんで、自力でこうやったんですけど、実際僕は高卒なんで、大学に行ってないんですね。で、転職活動で困ったことが、まず、大卒以上じゃないと、まずもう応募すらしてもらえないっていうところが、ほとんどなんですよ。うわ、これ困ったなと思って、で、実際にその高卒以上 OK っていうところしかもう、僕の枠はなかったんですね。だからそこでもう、そこにもひたすら、こう、情報を送って、で、なんだったらこう、封筒を自分で作ってね、もう会社にね、人事部宛て言うていっぱいね、7社ぐらい送ったところもあるぐらいでね、もうサイト使わずに、もうダイレクトでもう履歴書バン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 送っていったんですよ。返答あったやつとかなかったやつ。合計面接が7社ぐらいかな、一旦。で、一番最初に行ったとことかも面接落ちたりして、ああ、厳しい世界やな、思って。やっぱどっかでね、サッカーやって J リーグ、やってたらね、どこかしら、入れるんじゃないかっていうね、やっぱ甘い考えっていうのはあると思うんですけど、実際に面接行ってみたら、ああ、もう全然落ちたりね、転職って難しいな、で、あまりね、サッカーやってたなんてあまり関係ないですからね。で、それで一応、2ヶ月、いろんな面接行って、落ちたりもして、大卒以上じゃないと受け付けてくれないっていうところが多いのと、あとは30歳以下じゃないと受け付けてもらえないっていうところが多かって。で、僕はもうサッカー辞めたら、一回はもう全く別の仕事とか、そういうところに、で働きたくて、もうサッカーでそのままコーチやるっていう選択肢はなかったんで、早めに辞めて、ちょっと別の、仕事をやろうかなというふうに思ったんで、思い切って大阪で転職活動できたんですけど、なんで、そういう30歳っていうね、制限とか、そういうのがあるんで、もし今ね、地域リーグとか、J3 とかでね、サッカーやってる方も転職するってなったら、一応そういうリミットっていうのはあるのかなっていうのは思うんで。実際サッカー辞めて、なんかこう、明確にこういう業界で仕事がしたりとか、そういうのは全くなくて、とりあえずもう今、高卒 OK のところで一番給料いいところ行こう思って。給料高いところからバー送ってたんです。で、結局、その入社したところも給料は良かったんですけど、産業廃棄物っていうね、ゴミ収集の会社の営業。ゴミ収集っていっぱいあるじゃないですか。一般ゴミね。普通の。ドゥルルルのゴミ収集とか、あとはペットボトルとか、あとは紙とかいろいろあるんですよ、ゴミの種類って。そういう全ての産業廃棄物の会社の営業に入って、で、給料良かったんですけど、僕がその配属されたのがいろんなペットボトル資源や紙や一般ゴミといろいろ枠
6つぐらいかな、結局部署があるんですけど、僕はメタル、金属、金属のゴミの部署に入ったんですよ。で、金属のゴミの部署って何か言うたら、もう激しいのよ、とりあえず。で、ゴミがもう全部金属を回収して、それをプレスして、それをこう売りに行くようなね、ほぼほぼね、もう工事現場とかビルの解体とか、そういう結構ね激しいところだったんで、夜勤がめちゃくちゃねあってね、要は例えば鉄のね回収なんで、例えばですけど電車の部品とか、電車の部品とかも始発から終電やっぱできないじゃないですか。だから夜中にねこう行ったのがね、研修中3ヶ月研修だったんですけど、西宮北口のね電車のね路線のね電車の破片をこう、もう西宮北口のあの屋上から僕こうやってこうやってあのクレーンにね鉄下ろしてこいってやる仕事を夜中やったんですよ。まあ、それ給料がええな思って。でもコピー機とかはもう山ほど、もう1000個ぐらいあるコピー機をこうプレスするねところに下に落としてね、もう常にあのスーツじゃなくて、どっちか言うと本当もう現場の服着てヘルメットかぶって、もういろんな工事現場でトラックの人にこう積んでくれーいうね仕事をやってました。まあまあ夜中出たりね、これはもう体が持たんだということで、まあ一応3ヶ月研修期間あってね、まあ、前の会社には迷惑かけたんですけど、すいませんちょっとやめますと。で、一応ゴールデンウィークに今そのサッカー関係ガンバの時の友達と会って、今の会社に面接受けさせてもらって、ちょうど3ヶ月終わったタイミングで今の会社に入社したんですけど、サッカーしかやってきてなかったんで、ほんといろいろ、例えばもうスキャンって何なんですかと、これスキャンやっておいて言われて、もうスキャンって何かわからない、スキャンって何ですか、ああスキャンかみたいな感じでね、例えばエクセルワード、そんなもん何ですかから入るんでね、まあ、そういうところから、まあ、今まで2年間サラリーマンやってるんですけど、正直ね J3 以下、まあ、J2 の下以下っていうのは正直サラリーマンより給料もらってないんですよ。またあのサッカー界のね給料の仕組みとかあの動画にできたらいいなと思うんですけど、正直 J2 の上のランクのチームじゃないとサッカー選手っていうようなね給料もらってないJ2 の以下っていうのはほぼほぼもうサラリーマンの方が同年代だったらもらってるぐらいの額でやってるんで、今の J3 とかでもやっぱり働きながらやってる人もいますしね。なんでいつかこうみんなも辞めて、何かサッカーを辞めてね次の仕事にやる時が来ると思うんで、僕は20辞めたのが24歳の時だったんでね、まだ企業側もね取ってくれるんですけどね、なかなか多分30超えて引退してもやっぱなかなか一般企業でこう30歳で何も知らないね人をね取らないんですね。なんでやっぱ、まだ僕は24だったんでいろいろこう返答あったんですけど、それぐらいねやっぱりサッカー選手に対する価値っていうのはね本当に低いですし、就職は難しいなっていうふうに感じました。ありがとうございます。